おはようございます。はい、おはようございます。あー、なんか言ってる。あーりかな、今日はトリックアートに来てるから。ほう、今日ね、日光に来てます。皆さん、はい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 、日光にやってきてます。あー、日光ですね。トリックアート見て、近くにあるワールドスクエアとか行って、はい、まあ、巨大迷路とかも近くにあるから、もしかしたら行って、はい、で、今日トリックアートなんですけど、うん、エジプトです、実は。え、おエジプトの、ほんとだ、実はあの日光がトリックアートですね。エジプトが本物です。そういうことなんだ。日光に見えるんですけど、へぇ、知らなかった。はい、でもめっちゃ日光って書いてるけど、いや、まあ、これ日光がトリックアートなんで、エジプトなんですよ、これ今日は。確かにパスポート結構取るの大変だったから。取るの大変。あ、そっか。こいつ取るのめちゃくちゃ大変だった。リカにも言ったの、バスボード。めちゃくちゃ大変だったわよ。宝富のね、上層部の人間に言ってね、あの、取ってもらったわ。あ、リカ、本当に大変だったから。許可もらえたんだ。そうなんだよ、リカ。よかったね、それは。これ何ですか、エヌセンサー。これすごい、すごい筆です。めちゃくちゃでかい。もう大砲です。これ大砲なんだ。これ、あそこにある鉄塔あるじゃないですか。え？鉄塔、あれ絵なんですよ。あ、あれ絵なの？で、はい、これ、この筆で描いたんですね。あ、なんかそう見たら、このアングル、なんかめちゃくちゃ絵に見えてきた。この駐車場も、これ全部絵です。あ、これも絵なんだ。これ全部絵ですね。だからそこにあるように見えるんですけど、はいはいはい、トリックアートで立体的に見えるっていう、はいはい、すごいですね、トリックアート。なるほど、トリックアートすごいね、最近のは。全部、山に見えるのも全部絵です。あ、あれも絵なんだ。あ、全部絵です。すごいね、それは。あっちも？絵です。何が真実か？リカも私も絵なんですね。あ、そうなんだ。実は偽物なんですね。はいはいはい。俺今日じゃああれかな、一人でなんか壁に向かって話しかけてるやばい人。そうです。ストリッピング。これも幻想なんだ。もう全部幻想です。あー、やばいな。今あなたが見てるのは全部幻想です。あー、なるほどなるほど。行きましょう、幻想。行きましょう。はいはいはい。撮影 OK です、ここは。やったな、リカ。よかったですね。お前も一旦映してもいいんだって。はい。私も撮影 OK よ。あー、エヌセンさん、お肌綺麗。もう積んじゃダメだぞ。お、なんか書いてあるな。なんで書いてんだ。恋人の聖地だったよ。やばすぎる。リカ、あー、エヌセンさん、私はそこ行きたいわ。もうすごいな、ここ入っていいのかな。入って大丈夫そうだね、これ。今日はカランカランって鳴らすんだ、多分。ああ。この作るんだわ、あれ。本当だ。行こうな、これ。もう今日は人周りにいないから、アイゴリー、もうどんだけ大きい声出しても俺恥ずかしくないよ。よっしゃー。おー、リカ、これ。はい、見てください、皆さん。あー、いいじゃん。はい、リカとのツーショットでーす。めっちゃいいじゃん、ここ。ツーショットでございます。はい。ありがとうございます。なんか絵本になってます、皆さん。はい、絵本の中にアイゴリがいます。リカと一緒でーす。あー、よかったですね。あー、ほら、あれ、金鳴らそうな金。あー、金。結ばれるんだわ、そういうやつだわ。あ、リカな、ほら、草のとこあるけどな、これ。ほら、リカ、ちゃんと持ってね。ほら。あ、鳴らしてる。やったな、リカ。やってよかったね。アートマークです。あ、よかった。アートマーク、そこで作るんだ。アートマークです。そこで作るんだ。やばいやつだ。リカな、これで俺たち結ばれるって。よかったよかった、じゃあ行くか。うわぁ、すごい滝だ。めちゃくちゃすごい滝。あ、怖い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 。あ、溺れてる溺れてる。大変だ大変だ、やばいやばいやばいやつがいる。あ、大丈夫ですか大丈夫ですか。ああ、あ、え、どう、え、溺れてないじゃん。え、溺れてないじゃん。いや、もうそっち行ったら溺れる。やばい、行かない方がいい、行かない方がいい。本当、いや、絶対溺れないでしょ。助けて助けて助けて。わ、すごい、本当に魚が本当に飛び出てるように見える。出てる出てる。ほら、リカ。あ、マジ魚飛び出てる。ほら、あ、リカも飛び出てるように見えるかも。見えるわ。あ、ほら、リカ、ほら、ロイヤとかある、これ。なんか怖いよ。あ、こっちか。あ、これあれやん、こういうやつか。そういう感じなの、これ。ちょっと待って、アルセンさん、これ結構ちゃんとトリックアウトになってるっす。今回初めて。お、これ乗ってるように見えるんじゃない。乗ってるように見える。リカも飛び出てるように見えるんじゃない。リカ飛び出てるより、リカ飛び出てる。え、リカそれ絵なの。絵です。あ、飛び出てるように見えるわ。絵です。つか、魚もちゃんとね、飛び出てるように見える。ほんまかいな。ほんまほんまほんま、不思議なことに。はい、よかったよかった。よかったよかった。あー、大変だ大変だ大変だ。あ、リカがいなくなっちゃった。待って、リカ、リカを返してください。リカを返してください。え、絵だ絵だ。え、嘘だろ。あ、リカ、リカが遊戯王カードみたいになってる。嘘だろ、リカ。
背下になってる。背下になってる。リカが。ああ流れてる。すいません。流れてる。どうするの？うちのリカがすいません。すいません。やばいやばいやばい。宇宙空間を漂ってます。あまりリカクジラもあるから。なんこのクジラ見たことあるんだよな。完全にクッキングパパですね。完全にクッキングパパ。ほら。あよかったね。ああいいよ。ほらこれすごいよ。もうねここだけで見るとねもうえないね。あこれよくあるやつだね。よくあるやつだねこれね。これは何でかく見えるみたいな。ああはい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 。やつじゃないこれ。ちょっといいですか？こっち。いいよいいよ。ありますね。うん。もう天井が低いんですねこれね。ああ本当だ本当だ。えすごい。あこっちからこ向こうから見るか。ちょっと確認してみるね。そう多分こっから覗けばいいのかな。見えるかなカメラ越しに。あ見える見える。なんかやってるね。あなるほどね。右下の方にいるとすごくちっちゃく相手の選手が見えるけど左側に移動するとわでっかいでっかいでっかくなってる。でっかくなってるけどでっかくなってるけど、あーわーリカがすぐでっかく見える。ホラーすぎる。何見てんのよ。ホラーすぎる。めちゃくちゃホラーだ。怖いよ。怖すぎるよ。はい、アイナ先生さん、リカがめちゃくちゃでかく見えるんだけど。マジ？うん。どんな感じだった？リカずっとここにいたけどな。リカどこにいた？リカこの辺にいた。あ、その辺にいた？あ、マジか。ほら。なんか画面いっぱいリカだった。ほら。ここで見えるんだ。なるほどね。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、ニコ生画質だね。こんにちは。こんにちは。よかったよかったね。初見さんいらっしゃい。初見さん、よかったらゆっくりしててね。この半つけてゆっくりしててね。リカちゃんは好きな食べ物とかあるんですか？リカはね、ハンバーグが好きよ。あ、そうなんだ。カチャカチャ、彼氏はいますか？カチャカチャ。彼氏はね、秘密。やっぱ大事だね、そこ。隠し通すの大事だね。そうだね。彼氏秘密なの？いいだろ。いいかな。後ろにいる男誰ですか？めっちゃおもろいやつじゃん。これはちょっとエレキテーブル。テーブルの後ろから下へ潜り、箱の中に顔を出してみよう。ほう。わあ、すごい、リカが。テーブルが、ん？どうなってんだ？これ、それよりもさ、あいごり、お前、反射してて、お前の肩が変なことになってるぞ。お前が無視してる。あ、やばい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 。やばいやばいやばい。あいごり。あ、あいごり。あ、あいごり。あいごりが首だけになっちゃった。すいません。ハイグリ、大丈夫か？お前体がでけえから。ダルの態度がでかい。態度はでかないわ。体でかいのか。態度じゃないわ。ダルの態度がでかい。大変。餌の時間だって、生贄必要だって、食べてるように見える。リカ口内炎サイズやん。餌ちっちゃい。ちっちゃいよ、お前これ。トリックアート映えしなさすぎるだろう。すごいわ、アイノ先生のより大きい。そんなことないって。そんなことないってリカ、絶対アイノ先生の100倍はでかいわ。そんなことないよ。お前これの100分の1ってどんなサイズしてんねん。ほらリカ、これチーズの中、これこうやって顔出せるみたいなやつ。これお、やったじゃん。ちょっと行ってみるか。うん。それリカ向けじゃないかな、ちょっとアイナ先生さん。なんかもうちょっと可愛くさ、ここら辺にさ、よしよしするリカちゃんとか撮ってあげたらいいんじゃない？ああ、そう？ああえ、こういうこと？あ、違う、ちょっと違うかな。それもなんかもうすごい池に一角本みたいなところ。ライオンのか、あのなんか髪型みたいな。あ、おしゃライオンになってるだったら、アメリカかぶりのおしゃライオンになってるから。かなりおしゃれじゃん、これ。ちょっと違うの。めちゃくちゃおしゃれじゃん、この髪型。すごいよ、これ。確かに、クソおしゃれなんだけどさ。クソおしゃれやん。ちょっといい感じに。違うんだよ。髪型だから。これももしかしておしゃれになる？かなりおしゃれだよ、これ。これもちょっと待って。あー、だいぶおしゃれ。だいぶおしゃれになるね。はい、先生、よく撮れてるかしら。めっちゃおしゃれだよ、これ。めっちゃおしゃれ。これは？これはリカ？嘘つきは噛まれちゃうよ。私嘘つきじゃないわ。本当？全然噛まれないわ。リカは生きてますか？リカは生きてます。あ、助けて、取れないわ。取れないわ。助けて。ちゃんと正直に言いな。私は人形ですって。私は愛の先生の彼女よ。
本当かな？あ、取れた。お前そんな持ってるけど何か。お、なんだ。あ、やばいよ。足元が。いいか。飛べるか。あ、現在だからな。大丈夫かな。いいか。あ、リカ、あえてそこ今までずっと飛んでたのにあえて地面に行くんだね。あ、頑張れリカ。頑張れ。頑張れ。あ、リカ。リカ。そんな。あ、かわいそうに。お前のことは忘れない。うちのリカが刺さっちゃったんです。あ、大丈夫ですよ。もう助からない。もう助からない。なんでだよ。なんでだよ。なんで。あの子もドン引きしてるよ。刺されるんですか。刺されるんですか。これはいける。これはいけるね。これ完全にいけますね。これはいけますね。あやせさん、じゃあ私ここで見てるわ。あ、じゃあリカそこで見送ってるな。じゃあ俺入るんで。はい。はい。見てらっしゃい。あやせさん。こっちだよ、こっち。そっか、こっちから抜けたからね。ああ、そう、奥、繋がってたんだ。あ、なるほどね。あ、戻ってきて、戻ってきて。うぅ、帰ってきたよ。あ、編集点あったかな、今、もしかして。帰ってきたよ。ああ、そっか、よかった、よかった。編集点、何のこと？なんでもない、なんでもない。すごいですね、昔のエジプトの子供たちは、こうやって人形遊びをして遊んでいたんですね。ああ、そうなんですね。これは貴重な歴史的財産ですね。そうですね、これは。この頃からリカちゃん人形があったと言われていますね。これ後の愛のセンサーですか。こいつゲームボーイみたいなやつじゃない。確かに手つきこう、こいつらゲームボーイじゃない。ゲームボーイ、本当にゲームボーイやってる手つき。ゲームボーイかな。パーソン手つきだこれ。ほっこり、あー、毎回落ちリカ、毎回落ちちゃう、なんで。今の毎回、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 毎回。え、アクション。え？お、タコラやん。お、え？おめでとう。タコラさん、行くわ。すごいな。リカ、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 助けてください。すいません、人間の強欲だとこうなっちゃうんだ。これ何、これ何ですか。あ、乗ってるように見える、見える、見える。手離してみようか。リカ、こっちなら乗れるぞ。あ、そっちなら乗れるね、確かに。手離してみようか。ダメだろ、リカちゃんとやんなきゃ。あれおかしいね。お、あの先生何してんすか。リカとのね、恋のおみくじ。はい。一回100円。あ、やるのか。やっぱ俺結婚考えてるから。リカと。これ後で見ていきましょう。可愛い子まちゃんで。わかりました。了解です。おみくじ買ったんすよ。お、さっきのやつ。リカ、これ一緒に見ような。あ、そんな感じなんだ。見るわ。そんな。リカそこでな、ほら、お前立てバカ。カスゴミ。暴言すごいな。DVD ごめんなさい。大吉、お前俺と結婚するもんな。大吉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 。あ、これは巻き紙だね。そっちだね。恋みくじ。はい。お、中吉。中吉、めっちゃいいやん、ゆりか、これ。そんなにいいかな。今日は少しの時間でも本を開いてみなさい。何か得るものがある。今日のラッキーアイテム、靴下。今日は黄色に注目、ヒントがあるわよ。これだけ。みんな大層な人生に見せようと必死なだけ。周りは関係なし。なるほど。これだけ。100円です。え、これだけ。まあ今日じゃあどっかでね、本開いてみようよ。もしかしたら、オーケー。もしかしたらヒントあるかもしれない。ラッキーアイテムの靴下は履いてるんだよね。よかったと思います。え、靴下履いてないよね。こいつ履いてねえわ。おい、何やってんだリカ。お前靴下履かせないと。ふざけんな。こいつはこっちに入れます。ああ、よし、行こう。あいつお仕置き出してないの、先生。出してあげないの。ダメダメダメ。こいつはもうここで、今暑いんでね、ここで虫食らんなって死にます。お仕置きです、これが。なるほどなるほど。 DVD はないです。なるほど。じゃあ行こうか、トリピーね。ご飯食べに行こうな。俺たち一緒にご飯食べに行こうな。わかりました、行かせてもらいます。